びっくりした？殿を驚かそうと思って待ってたんだ。殿はお酒とか飲むの？だったらおつまみに宇和島鯛飯を作ってあげるよ。鯛のお刺身をご飯に乗っけて、はい、完成。乙女の体には秘密がいっぱいなんだよ。亀甲舎と一緒に出撃。お仕事お仕事。殿は死なないよ。私がついてるからね。戦は好きじゃない。
全力全開でいくよ。空が泣き出す前に終わらせましょう。鳥鳴き島のコウモリじゃないもん。殿がついていてくれるなら私も戦えます。ちーちゃん、母ちゃん、わーい、私の出番です。一瞬終わらせます。正面から奇襲だ。総督様、ちゃんと見ててくださいね。捨てた巨牛を怒らせましたね。私の活躍に驚け。姿勢知らずのノブシナリ、姫は子じゃないよ、姫は子じゃないよ、姫は子じゃないよ、鬼は子よ、姫は子じゃないよ、鬼は子よ。大炎上確定ですわ。訪問最大回復撃て、伏せた巨牛を怒らせましたね。正面から奇襲だ。ドッカーン。えへん、戦だけは得意なのよね。大炎上確定ですわ。見えていますよ、見えていますよ、そこです。訪問最大解放撃て。一瞬で終わらせます。とっておき見せちゃおっかな。一瞬で終わらせます。キャオのうち、優美な豪華に焼かれなさい。大炎上確定ですわ。訪問最大解放撃て。優美な豪華に焼かれな、優美な豪華に焼かれなさい、優美な豪華に焼かれなさい。姿勢知らずのノブシナリ、これが王城の力ですわ。一瞬で終わらせます。一筆啓上火の用心。空き格の縄に騙される敵の方が悪いんだよ。
見事。楽勝だったね。自己紹介だね。私は板島丸愚子城。元は平安時代に建てられた小さい砦だったんだけど、今ではすっかり大きなお城に大改修されたんだ。改修には5年もかかったんだよ。あと私の縄張りは四角形じゃなくて不等辺五角形だからね。小さい頃は真面目で可愛かったねってよく言われるんだ。敬語 C なんて呼ばれて悪いことしてる子を捕まえたりしてたな。タナ、タナ、さっき怪しいやつが私たちのこと調べに来てたよ。もちろんちょっとからかって追い返してやったよ。タナはお酒とか飲むの？だったらおつまみに宇和島鯛めしを作ってあげるよ。鯛のお刺身をご飯にのっけて、はい、完成。これが私の隠し玉。こんなのってないよ。誰か嘘だって言って。海賊の悪行は許さないよ。空き格の縄でびっくりさせちゃおうよ。あたしの活躍に驚け。亀甲車と一緒に出撃。私は昔双子だったような気がするんだけど。嘘じゃないよ。